初代巡弾尺、サー・ジョン・ポンソンビー・コンロイは、イギリスの軍人、ケント公爵家出自、ケント公妃ビクトリアに、大きな影響力を持っていた。1786年10月21日、ウェールズ・カーナー・ボンシャー・カイルヒンに、法廷弁護士、ジョン・ポンソンビー・コンロイとその妻マーガレットの間の、長男として生まれる。コンロイ家は、 アイルランドロスコモンのオメオルコネリー家の末裔であるという。1803年9月8日、王立砲兵隊の少尉に任官。同月13日には中位に昇進した。1811年3月13日に大位に昇進。1817年3月には大砲輸送軍団の軍団長副官となる。軍は1822年に退役した。1818 18年に、 ケントコエドワードがザクセンコーブルク家出身で大人間公未傍人であるビクトリアと結婚した。ケントコの軍人時代の知り合いだったコンロイは、この際にケントコの自重部官に就任した。1820年にケントコが死去するとケントコーの経理担当官となる。ケント公爵家の苦しい家計、またケントコーの王室内での孤立などから、 コンは彼に深く依存した。コンロイは未来の女王であるケントコー夫妻の一人娘、ビクトリアの後見人になろうと格索し、コーヒと並んで彼女の養育方針を差配するようになった。ケントコーヒとコンロイの関係については様々に噂され、ウェリントン公爵やケントコーヒが前夫との間に設けた、息子カール2来人間公爵は二人を愛人関係と疑っていた。 またコンロイは、ケント公爵家によく訪問していた、ソフィア王女も虜にし、彼女の会計検査官、相談役にも就任した。ケント公妃は、ビクトリアのガバネスであるルイーゼレッツェンと相談役であるコンロイそれぞれに、多い後継者に使えるものとしてふさわしい地位を与えることを求めており、1827年8月、 ケント公爵家との関係改善を起としていた国王、ジョージ四世が、その要求を受け入れた結果、レーチェーンは、ハノーファー王国女男爵、コンロイは、ハノーファーのロイヤルゲルフ勲章ナイトに上された。ビクトリアは、母と、コンロイ、コンロイの息のかかったものに囲まれて育ったが、自分の立場を理解するにつれて、コンロイの影響を出したがるようになり、 ケンジントン宮殿内で唯一コンロイの一味ではない、ルイーゼレーツンに深く依存するようになった。1835年10月にビクトリアが病気になった際、コンロイはビクトリアに自分を彼女の自重に任命する、書類に署名するよう迫ったが、彼女は拒否した。1837年6月20日にビクトリアが女王に即位した。コンロイは6月26日にも、 女王から順断借位を与えられた。女王は即位から1ヶ月ほどで罰金が無ガム宮殿へ移ったが、母の部屋を自分の部屋から遠ざけ、また、コンロイには今後目通りはかなわない旨を申し渡した。コンロイは新たな女王側近、クリスティアン・フリードリヒ・ホン・シュトックマー男爵を通じて女王に書簡を送り、自らの敗北を認め、 コーヒの人生から身を引く覚悟なので見返りが欲しいと、こうた。これを受けて、首相メルバーン施爵は、閣議でコンロイに、アイルランド貴族爵位と年金を与える検討に、入った。しかし結局アイルランド貴族爵位については後に、ロバート・ピール首相が退けている。コンロイはその後もケントコーヒやソフィア王女の、財産管理を任され、女王の母君に仕えているという理由で、 年間3000ポンドの年金を支給され続けた。女王と首相メルバーン卿は彼を追い出すために様々な手を打ったが、公費の長愛に守られているためどうにもならなかった。数密飲食機関長チャールズ・グレビルによれば、この頃のコンロイは王宮には決して招かれなかったし、女王から特別な個人的愛好は全く与えられなかった。金銭面での寛大な措置と彼、 個人を完全に無視した行為との間にあるギャップは実に印象的だったという。1854年3月2日に死去した。息子のエドワード・コンロイが順段釈位を継承した。1808年にベンジャミン・フィッシャー少将の娘エリザベスと結婚した。彼女との間に4人の息子と2人の娘を設けた。ありがとうございます。